世界一危険なスラム街に交番を設置。1990年代後半、国連から世界一危険な地域と認定された地域がありました。それはブラジルのサンパウロ郊外にあるハニエリ地区。犯罪率断トツを誇る世界で最も危険な地域です。当時のブラジル警察は住民に対する不当な捜査が蔓延しており、住民からの信頼を失っていました。しかし日本からの新たな提案がその状況を一変させ、犯罪率が驚くほど減少したのです。一体何があったのでしょうか。早速見ていきましょう。南米大陸に位置するブラジルは、世界中からサッカーの国としてだけでなく、リオデジャネイロの華やかなカーニバルでも知られていますね。これらのイベントは国の明るい側面を象徴しています。しかし過去を振り返ると、ブラジルが抱えていた暗い側面も浮かび上がってきます。かつてこの国は犯罪率の高さで世界中にその名を知られており、特に凶悪犯罪の多発は深刻な社会問題でした。特にブラジルサンパウロ郊外のハニエリ地区は、1997年に1ヶ月に40件以上の殺人事件が発生するほど治安が悪かった場所でした。この地区は国連から世界一危険な地域と認定されるほど極めて危険な状況にありました。そんな中、サンパウロ警察はある大胆な試みに出ました。それは治安が世界でトップクラスの日本の交番制度をこのスラム街に導入することでした。サンパウロ警察はこの新たな取り組みのため日本に視察団を派遣します。視察団は日本の交番がどのようにその役割を果たしているのか、そのノウハウを学びました。そしてその学びを生かしてハニエリ地区に交番が設置されたのです。後に交番と呼ばれます。交番の警察官たちはただ単に犯罪を取り締まるだけではなく、様々な取り組みを行いました。これは驚くべき成果をもたらします。2013年にはかつて40件以上あった殺人事件が年間で3件まで減少したのです。この成功例はブラジル国内にとどまらず、当時他の12州でも交番制度が導入されるきっかけとなりました。さらにこの制度は国境を越え、シンガポールなど他国でも取り入れられるようになり、そこでも犯罪率が半減するなどの効果が見られました。この事例から日本の交番制度が地域社会に与える影響の大きさが改めて確認されました。では交番の役割とは一体。かつて貧困地区では犯罪率が高騰し、その対策として州軍警察が警戒態勢を敷いていました。街角には警官が増え、一見すると安心できる雰囲気が漂っていたものの、心の底には不安がくすぶり続けていたのです。州軍警察の存在が少しではありますが、治安を安定させたと感じられた矢先の出来事でした。事件捜査中の警察官が命を落とすという衝撃的な事件が発生します。この事件は州軍警察にとって大きな試練となり、あらゆる手段を使ってでも犯人を見つけ出そうとする決意のもと、過酷な捜査が始まりました。州軍警察は犯人を追い詰めるあまり、無実の市民にまで疑いの目を向け、暴行や拷問といった過激な行動に出てしまいます。市街地では州軍警察に疑われただけで何の証拠もなく市民が追及され、厳しい尋問を受けることが日常化していました。こうした過程で残念ながら数十人もの命が失われる事態に至ります。この事件をきっかけに州軍警察への不信感は急速に高まり、その結果犯罪率のさらなる増加に拍車がかかりました。これが負のスパイラルの始まりだったのです。サンパウロの治安状況は世界でも最悪のレベルまで陥っていました。犯罪が日常茶飯事となり、住民は常に恐怖の中で生活していたのです。その根底には州軍警察と住民との間に深い溝ができてしまったことがありました。州軍警察が取った過激な手段は住民からの信頼を完全に失わせ、彼らの協力を得られなくなったことが治安悪化の大きな要因となりました。このような状況下で住民たちはどのようにして日々を過ごしていたのでしょうか。不安と恐怖に満ちた日常から抜け出すために彼らは
どのような努力をしていたのでしょうか。ある日、州軍警察の信頼が地に落ちた時の話です。住民たちは州軍警察の指示に耳を貸さなくなっていました。原因は州軍警察内のある男性が州軍警察会議で驚くべき発言をしたからです。住民が我々の言うことを聞かないのは彼らが愚かだからだと。この発言に対し、サンパウロ州で日本の交番制度の導入に尽力したカミロ大佐が立ち上がりました。その愚かさはもしかして君の方ではないのか。カミロ大佐は問いかけます。住民は我々をどう呼んでいるか知っているか。彼らは我々を公営のマフィアだとみなしている。住民たちは我々の暴力と高圧的な態度に大いに不満を抱いている。これを放置すれば事態はさらに悪化するだろうと彼は警鐘を鳴らしました。しかしその男性は挑戦的に、じゃあ何とかするのはあなただ、始めたのはあなただから解決もあなたができるはずだとカミロ大佐に返答しました。こうしてカミロ大佐は治安改善のための行動を開始することになります。まずカミロ大佐は世界各国の警察の仕組みと治安維持の方法を徹底的に研究しました。特に世界でも類を見ない治安の良さを誇る日本に着目し、日本の警察がどのようにして治安を維持しているのかを深く探求しました。彼の注目したのは地域密着型の防犯活動を行う交番制度でした。この制度を通じて地域に根ざした警察活動が可能になると考えたカミロ大佐は1997年にサンパウロで初の交番を設置することに成功します。しかしこの施策だけでは治安は一向に改善されませんでした。住民たちはこの新しい交番を私たちを監視するための監視塔とみなし、交番に対する印象は最悪に陥ります。交番設置と警官の配備にもかかわらず犯罪は減少するどころか、住民からの不満は増大し犯罪件数も減らないままでした。さらに住民は監視の目が増えたと感じ、州軍警察に対する不信感を深めます。結果的にカミロ大佐は会議で解決策を見つけると豪語したのは嘘だったのかと失望されることになります。交番で勤務する警察官だけが深刻な犯罪問題にどう対応するかという重大な疑問が問題視されたことから、カミロ大佐は一つの重要な決断に至りました。改革を成功させるには時間が必要ですが、確実に結果を出しますので、もう少しの間ご辛抱をお願いしますと彼は会議室を後にし、解決策を見出すため日本に支援を求めることを決意しました。2005年、この要請を受けた日本警察は一人の経験豊富な警察官を指導者としてブラジルのサンパウロへと派遣しました。彼は現地の交番で勤務する警察官へ直接警察業務の指導を行うという任務を負ったのです。彼の努力のおかげで地元の軍警察に目に見える変化が起こり始めました。交番の警察官たちは地域の人々とのコミュニケーションを重視し、子供たちにサッカーを教えるなどコミュニティとの絆を深める活動を展開しました。しかし彼は州軍警察と地域住民の間に存在する深い溝に気づき、この問題を解決するためには警察官自身の意識改革が必要不可欠であると強く主張しました。彼は犯罪を未然に防ぐことの重要性を訴え、住民と手を取り合って安全な街づくりを進めるべきだと提案しました。カミロ大佐はこの提案を全面的に支持し、数十人の警察官を日本に送り、地域警察の理念を学ばせることにしました。これらの警察官たちは日本での学びを胸に帰国し、指導者として自らの組織内で地域警察の理念を広め、州軍警察と地域住民との間に信頼関係を築くための様々な取り組みを行いました。このようにして彼の指導のもと、日本の警察官たちとブラジルの軍警察が手を取り合い、困難を乗り越えながらも地域社会との絆を強化し、犯罪に対する前向きな対策を交番単位で様々な活動を行っていったのです。ある日、地元の交番でまるで小さな祭りのような賑わいがありました。子供たちがボールを追いかけるサッカー教室、
柔道着を着た子供たちが真剣な眼差しで技を習う柔道教室。さらに地元の野菜を育てるグリーンプロジェクトに、年配の方々が健康のために楽しく体を動かす高齢者体操教室。そして使わなくなった服を持ち寄り、新しい命を吹き込むリユースイベントや、読み終わった本を壊れた冷蔵庫の中で交換する、いわゆる冷蔵庫、図書館まで幅広い活動が展開されていました。これらの活動を通じて、住民たちは互いに顔を合わせ、名前を覚え、地域の一員としての絆を深めていきました。かつては個々に過ごす時間が多かった住民たちも、今ではお互いのことをよく知り、助け合う関係に。特に地域警察との距離がぐっと縮まり、安心して生活できる環境が整ってきました。さらに地域のサポートを受けて、新たに図書館が設立されたのです。5000冊を超える本とインターネットが使えるパソコンが完備され、子どもたちは好奇心を広げ、学びの場を得ました。この図書館が地域の知識の宝庫として、またコミュニケーションの場として機能しているのです。時を同じくして地域警察の取り組みも進化しました。特に犯罪が多い地域や時間帯には、移動式交番のワゴン車が配備され、目に見えて犯罪発生率が下がり始めました。この積極的な取り組みの結果、犯罪件数は 80% も減少し、大きな効果が生まれました。日本の交番制度はその成功を受けて、ブラジルや他国にも広がりを見せています。このように地域と交番が一丸となって取り組む犯罪防止策は世界中で注目され、ブラジルにおいても治安の向上が報告されています。この連携の力は計り知れず、地域社会の発展に欠かせない要素となっているのです。日本の世界トップクラスの治安と比べると、まだまだ危険が多いですが、ブラジルの治安は格段に向上しています。その他、世界各国ではこのような制度を導入している国が多くあります。例えばシンガポールです。1970年代のシンガポール、都市の発展とともに新しいニュータウンが次々と誕生しました。この時期、犯罪率の上昇が目立つようになり、治安維持のための新しい対策が求められるようになっていました。警察と市民との協力体制の構築、そしてパトロールの充実が急務とされたのです。このような背景のもと、シンガポール政府は目を向けたのが日本の交番制度でした。日本独自のこの制度は、地域密着型の警察活動を通じて市民との信頼関係を築き、犯罪の抑止に効果を発揮していることで知られています。そこで1983年、シンガポールはこの日本の制度に倣い、交番と呼ばれる警察の小さな前哨基地を設置することにしました。この導入が大きな転換点となり、犯罪件数は驚くほど半減したのです。この成功を受け、交番制度は世界各国に広がりを見せます。アメリカ、アジアの諸国はもちろん、エルサルバドル、ホンジュラス、グアテマラ、コスタリカなど多岐にわたる地域でこの制度が取り入れられるようになりました。続いて千葉中央警察署での研修になります。この取り組みは、警察庁が国際協力の一環で海外と日本の警察官を相互に派遣し、研修や支援を行っているもので、千葉中央警察署ではブラジルの警察官男女12人が研修に参加しました。警察官らは装備品や県民への接し方について学び、ブラジルの警察官らは積極的に質問をして交流を深めていきました。続いて千葉県佐倉警察署での研修です。ある日、警察署には特別なゲストが訪れました。なんと19カ国などから来た研修生たちは、世界各国からの警察幹部で、 JICA と警察庁の主催する研修プログラムに参加するために日本へやってきたのです。彼らの目的は、日本の警察の運営や仕組みを学ぶことにありました。最初の視察地は日本独特の移動式交番でした。この斬新なアイデアに参加者たちは興味津々です。特にパレスチナから来た警察幹部は、千葉県警やそのマスコットに目を輝かせ、自国でもマスコットを導入する計画を立てるほどでした。彼は子供たちが警察に親しみを持つようになるんだと熱く語りました。一方、
西アフリカのリベリアから来たジェスティナさんは、移動式交番のコンセプトに驚きを隠せませんでした。リベリアには、このような施設が存在しないため、彼女にとっては全く新しい発見でした。そんな彼女は、日本の警察官が行う地域巡回の様子にも大きな関心を示しました。リベリアでも、窃盗や性犯罪への対策として、警察官が学校や病院を訪れるなどの取り組みがありますが、ジェスティナさんは、住民とのより密接な関わりが犯罪を減らす鍵になると感じていました。日本の警察が地域住民との良好な関係を重視していることを学んだジェスティナさんは、この経験をリベリアに持ち帰り、自国の警察活動に生かしたいと考えています。地域住民とのつながりが犯罪を抑える最も効果的な方法だ、と彼女は研修を通じて強く感じたのでした。このように日本の警察の取り組みや仕組みを学ぶために集まった海外の警察幹部たちは、それぞれの国での活動改善のヒントを得ることができました。彼らの経験は国境を越えた警察の連携と発展の一助となることでしょう。このように日本国内では交番や駐在所が全国に約1万2500箇所設けられており、そのアクセシビリティの高さから警察署に比べて気軽に訪れやすい環境が整っています。市民一人一人が安心して相談できる場を提供することで、警察と市民の間の強固な連携が築かれているのです。例えば迷子になった子どもが交番を訪れたり、地域の小さな事件や不安を相談する高齢者がいたりと、日々さまざまなドラマが交番で繰り広げられています。このように交番はただの治安維持のための施設ではなく、市民一人一人の生活に寄り添い支える存在としての役割も果たしているのです。シンガポールにおける交番の成功事例は、この日本式の地域密着型警察活動が世界中で治安維持に貢献していることを象徴しています。交番や駐在所を拠点に勤務する地域警察官たちの日常は、地域の安全を守るために様々な活動を展開しています。彼らの主な任務には、立番やパトロールによる警戒活動が含まれており、これにより地域内の治安維持を目指しています。また巡回連絡を通じて地域住民とのコミュニケーションを図り、事件や事故が発生した際には迅速に対応することも彼らの重要な役割の一つです。例えばある晴れた午後、交番勤務の警察官が地域の小道をパトロールしていた際、地元の住民から最近夜間に見知らぬ人影を見かけるという情報を受け取ります。この情報をもとに警察官は夜間のパトロールを強化し、住民の不安を解消するための対策を講じました。また学校が終わる時間帯には子どもたちの安全な帰宅を見守るため、交番の前で見守り活動を行うこともあります。このように地域警察官は日々の警戒やパトロール、地域住民との密接な連携によって地域の安全と安心を守るために尽力しています。事件や事故への迅速な対応はもちろん、予防活動にも力を入れ、地域住民の生活を守るために活動しているのです。地域警察官の存在は地域社会にとってなくてはならないものであり、彼らの日々の努力が地域の平和を支えているのかもしれませんね。さて本日の動画は以上となります。皆様の温かいコメントや高評価は何よりの励みとなっております。ぜひともご感想やご意見をお聞かせいただけると幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。